株式会社全ンは地図情報の調査、制作、販売を行う日本の企業。日本国内で4社存在するデジタル地図、調整業者のうちの1社で地図情報会社として、日本国内最大手、自社で調査した情報をもとに、住宅地図や GIS などを制作、販売するほか、他社に対してデジタル地図やカーナビゲーション用データなどを供給している。 大分県武蔵出身の大迫正富が1948年4月に別府市で友人と創業した観光文化宣伝社を前身とし、この都市を創業としている別府市内で宣伝や観光案内などの事業を行い、正富は専務取締役として出版部門を担当したが、翌1949年に独立して花港観光協会を設立。 観光客向けに名所旧跡を紹介する小冊子年間別府を制作したところ、巻末付録であった詳細な市街地図が土地勘のない観光客の間で好評で地図への掲載要望が相次いだ。これに手応えを感じた正富は、翌1950年に社名を全輪出版社と改め2冊目となる観光別府を制作する。 観光別府では付録の地図情報が一層充実し、住宅地図に近いものとなった。社名は正富が好んだ言葉、前理に有効から取られた。戦時においては、地図は軍事機密となるため、平和でなければ地図作りはできないという思いが込められている。これら2冊の成功を受け、1952年6月に別府市住宅案内図が販売された。江戸時代の古地図や、 戦前の町内案内図などから着想を得て、一軒一軒の建物の情報が記載された地図は、商店や観光庁など各方面で評価され、発行地域を広げた。1954年3月には、販路拡大を目指して、福岡県小倉市下井東図へ移転し、住宅案内図の名称も、住宅地図へと改めた。以降、住宅地図の発行エリアを順次拡大を進め、 1980年には47都道府県すべてにおいて住宅地図の発行を開始、以後2018年現在に至るまで住宅地図を全国展開しているのは前輪が唯一となっている。住宅地図全国展開の結果は、後に2004年10月に NHK のドキュメンタリー番組プロジェクト X、挑戦者たちで列島東波三十万人周年の住宅地図として放映。 書籍化された。1952年に大分県別府市で住宅地図の発行を始めてから29年目での全国制覇となったが、同年5月、それを見届けるかのように創業者の正富が社長在職のまま59歳で病没。公認には正富の長男である大迫忍がついた、世界初の GPS カーナビが搭載された。 ユーノスコスも1980年代に入ると2代目、社長となった大阪忍の,の主導により、他社に先駆けて地図のデータベース化に着手。1984年に、日立製作所と住宅地図情報利用システムを開発した。これにより出版物だけでなく地図データの販売も可能となり、1988年には CD ロ m に地図データを収録した。 ザマップ電子地図を販売。1990年には GPS に対応した世界初のカーナビゲーションシステムを三菱電機と開発しユーノスコスモに搭載された。1990年代にはカーナビゲーションやパソコンが一般化。80年代に行ったデジタル化への先行投資が実を結んで売り上げを伸ばし、1994年9月には福岡証券取引所へ 1996年9月には、当証大償角二部への上場を果たした。地方の地図出版社であった前輪を、デジタル化の推進によって、国内最大手の地図情報会社へと飛躍させた二代目、社長の大阪忍は、年を取ると老害になる。55歳で引退するとして2001年をもって20年間、勤めた社長を優退し、経営から退いた。同時に、 同族経営は弊害を生むとして、同族企業から脱却させ、公認には創業海外から原田康氏が就任した。2000年代には携帯電話、ノートパソコン、携帯ゲーム機、スマートフォンなどの普及に伴い、これらのデバイスに対して地図サービスの提供を行った。2000年4月、インターネットの普及を受け、ネットワーク配信事業を行う全輪データコムを設立。 同年6月には携帯電話向け地図閲覧サービス、全輪携帯マップを開始。当初はラスター形式による地図配信であったが、翌年には携帯電話上での地図描画として、世界初となるベクター形式による配信を実現した。2001年8月、3D 地図を開発するジオ技術研究所を設立。2005年7月、Google マップの日本向けサービス開始と同時に、 データ提供を開始。同年8月、住宅地図のネット配信サービス、ザネットタウンを発売開始。2006年4月、プレイステーションポータブル用の地図ソフト、みんなの地図を発売。2006年に、東証一部に上場を果たすと、経営環境の変化に対応するため、若い経営人に任せたいとして2008年に、原田が57歳で退任。初の生え抜きとして、 高山善治が45歳の若さで4代目社長に就任した。2010年代に入ると自動運転やドローン、雑貨などの新たな分野へ地図データを活用した商品化が進んだ。自動運転、編集2008年から社内で先進運転支援システムのための高精度地図データの研究開発を開始し、国内外の関連企業との協業を行う。二千十六年五月。 三菱電機ら登録社でダイナミックマップ基盤企画を共同設立自動運転の実現に必要となる高精度3次元地図の検討を進めることで合意。2017年1月 NVIDIA と自動運転向けのソリューションについて共同研究することで合意。2017年10月オランダのトムタムと日本におけるトラフィックサービスの共同開発で合意。2018年1月 日産自動車、モーボライト、共同で、レベル3の自動運転向けの高精度地図の共同開発を発表。ドローン、編集2015年9月、一般社団法人日本 US、産業振興協議会、ブルーイノベーションと共同で、ドローン用飛行支援地図サービスの開発に着手。翌2016年5月には飛行禁止区域を地図上で示す、ソーラパスを発表。 2017年3月、東京電力ホールディングスとドローン用産地、元地図分野で提携し、電線網の上空をドローンの安全な飛行経路として活用するドローンハイウェイの実現を目指して共同開発を進めると発表。3D 地図データ、編集国内の主要都市の街並みを再現したカーナビゲーション向けの 3D 地図データを汎用性の高い FBX に変換し、 2014年9月より一部をユニティアセットストアで公開している。2018年7月にはグランゼーラが開発中のプレイステーション4用ゲームソフト絶体絶命都市4プラスサマーメモリーズマイナスにおいてゲーム内の街のグラフィックに採用されると発表された。生活雑貨、編集保有する地図データを活用した新たな市場開拓を進め、 2016年に地図を柄として用いた雑貨シリーズ、まちまちを発売。第59回大阪インターナショナルギフト賞春2018の反則品部門で大賞を受賞。お茶の水女子大学との産学連携による地図柄文具の商品開発や、アパレルブランドのマスターバニーエディションのポロシャツへの地図データの採用など、広がりを見せている。2018年には、 社内のビジネスコンテストで最終選考に残ったアイデアをもとに夏休みの自由研究向けキットを発売。創業以来、現地で実際に目視し状況を確認するのが前輪の調査の特徴となっており、その様子は現代の井上忠た,たとも例えられる。2018年現在も全国に約70の調査拠点と約1000名の調査スタッフを有し、都市部で毎年、 他の地域でも最大5年周期で徒歩による現地調査を実施している。2012年9月に発生したアップルの純正地図アプリにパチンコガンダム駅などの不正確な情報が多数表示される不具合の際には Google が採用していた前輪のデータがアップルで使われていなかったため結果的に前輪の地図データが再評価された。地図の資料館が入居する。 リバーウォーク北九州創業家二代目社長の大迫、忍が収集した国内外の古地図コレクションを公開するため、本社所在地である福岡県北九州市に2003年7月に開館した企業博物館。所蔵する8250点の一部のほか、地図制作の歴史やスポンサードする選手、団体などに関する展示を行っている、本店所在地を兼ねて、 リバーウォーク北九州の最上階に位置し、小倉の街並みを見渡す展望スペースも設置されている。東日本大震災を契機として、非常時における紙の地図の重要性が認識されたことに伴い、自治体に対し災害時用の地図を贈呈し備蓄する取り組みを行っている。実業団活動として1990年により、陸上競技部を設けており、2018年現在では、 藤光健次、高山修美や、城山翔太郎らの選手が在籍している、ギラバンツ北九州地元北九州市を拠点とする、プロサッカーチームであるギラバンツ北九州を支援。2010年から2012年は、背中上部。2013年以降は、パンツのユニフォームスポンサーとなっている。片山右京、チーム右京元レーシングドライバーの片山右京と、片山が率いるチーム右京の、 メインスポンサーとなっている、キドアイ2012年2月より、プロゴルファーのキドアイと所属契約を結んでいる、テレビ番組、タモリクラブ2019年1月時点でも、関東ローカルにて提供中、もやもやサマーズに過去に、テレビ、東京系列にて提供していたテレビ番組、放送開始から現在でも、いつもナビによる、地図データ提供を行っており、提供していた時期はいつもナビの、 テレビ CM を流していた。電子地図サービスは連結子会社の全輪データコムにより提供されており、ヤフージャパン MSN、ナバタイムなど主要ポータルサイトに電子地図サービスを提供している。過去には Google ググにも提供していた。2005年にそれまでの想定をリニューアル。秋田博士のデザインにより、約2000冊の発行タイトルのパターン化や年度別の色分けを導入し、 2005年度のグッドデザイン賞を受賞。Nintendo ンン DS、PlayStation Portable、Zenno を関する Zenno ロブロイ。ありがとうございます。